聞こえますか？最初で最後の2021年8月17日が終わろうとしています。今夜も貴重な残り数時間お付き合いいただきありがとうございます。天の邪鬼ですが、1曲目おやすみ。座れない真夜中の電車、窓に浮かぶ闇を見てる。疲れ切った顔、知らない誰かがぼんやりと私を見てる。夢見てた暮らし、現実の私、似ているのにどこか違う。まるでゴミのようにドアに吐き出され、とうとう涙がこぼれる。そっとカードキー差し込んだ途端、あなた迎えてくれた。泣いて泣いてこっち来て、今夜は僕が作ったご飯、おいでおいで、悲しみは今夜は僕に身を委ねて。あなたがいるから私は甘える。あなたも疲れているのに、気丈にされると余計に苛立つ。私だけ悪いみたいで、いい時の私、落ち込んだ私、あなたは変わらず優しい。偽善という言葉口から出かけて、驚いてまた泣けてくる。泣いて泣いてこっち来て、夜の魔法から救ってあげる。おいでおいで、悲しみは夜が
きっと消える。そっと頭を撫でられて、やっと私素直になれた。泣いて泣いてこっち来て、夜の魔法から救ってあげる。おいでおいで、悲しみは夜が明けたらきっと消える。僕の隣でもうお休み。ありがとうございました。改めまして、皆さんこんばんは。シンガーソングライターの石田博之です。お元気ですか？1曲目はおやすみという曲でした。いつまでも少年少女の心を忘れずに、少年サルベージ。また最小限の労力とその最低限の成果で、コスパだけはいい人生納得させてる。上を見たってしゃあないし、やりたいことって何ですか？その根本的なクエスチョンは考えるだけ無駄。ああ、同じ歌を歌っている。
君は君でいいんだよ、ありのままでと。僕は僕でいいのかい、それはどうもありがとう。でもちょっと待って、クエスチョンさ、僕はふと思う。これの猫がいいと言うんだ、僕の何を知っているのさ。待てよ、だけど僕は自分の何を知ってる。もう一歩もしも踏み込めたなら、もうちょっと違う景色が見える。もういいや、抑え込んできたけど、もうちょっと本音が飛び出すまで。狭窄的な人生に本当はゲシュタルト崩壊だ。目の前の現実の意味を見失ってる。でもどうやったって頑張ったってこの行列を抜け出せない。駅前長蛇のバス停が僕の帰る道。これのどこに居場所があるの。今日も明日も椅子取りゲーム。待てよ、僕は自分の椅子を作ろう。世間はどうせ僕なんか注目しちゃいないから、人と違っていいじゃんか。違うとこってあったっけ。もう一歩もしも踏み込めたなら、もうちょっと違う景色が見える。もういいや、抑え込んできたけど、もうちょっと本音が飛び出すまで。もう一歩、まだ本気じゃないだろう。ほんのちょっと休まれ。ありがとうございました。少年サルベージという曲でした。ひさみさん、こんばんは。ベアさんもありがとうございます。今夜こちらこそよろしくお願いします。ココさんもこんばんは、ありがとうございます。本当にね、今日は本当にビクビクする一日でした。皆さん無事でお過ごしでしょうか。ひろこさんもこんばんは、よろしくお願いします。バツマルさんもこんばんは。終日電車止まってたんですねそっかそっか。本当にね、公共交通機関も早めに運休決めることが多くなって、おかげで助かる命もたくさんあるんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあお仕事の方にとってはね、大きな影響出ちゃいますね。みやさんもこんばんは、ありがとうございます。あゆみさんもこんばんは、ありがとうございます。ひろみさんこんばんは、ありがとうございます。じゅんこさんもこんばんは、ありがとうございます。聞こえます、ありがとうございますみえこさんもありがとうございます。よろしくお願いします。うっちーさんもこんばんは、ありがとうございます。
ルーシーさん、こんばんは。ありがとうございます。そうなんですか、そうなんですかっていうか、まあそうですね、1周年になりますね。ライブ配信ほぼほぼ1週間に一度ぐらいのペースでお届けさせていただいておりますけれども、まあ、何よりも楽しみにしてくださっている皆さんのおかげでモチベーションを保ち、楽しく歌うことができています。本当にありがとうございます。ちょっとなんかカメラ低い、ちょっと お待ちくださいね。いいよ。なんかこんなもんかな。ちょっとスタンドがお辞儀してきてて、あ、なんかおかしなことになってる。これでいいかな。あ、ちょっとさっきよりマシになったね。これぐらいで、はい、やらせてもらいます。そうですね、1周年、本当にささやかなことなんですけれども、なかなか普段こうリアルにお会いすることのできない皆さんともこういうところでつながりを実感しながら、少しでも楽しんでいただけたらなと思ってやらせていただいております。まあ多分僕が一番楽しませてもらってるんじゃないかなと、本当にもう感謝しかないです。ありがとうございます。カジさんもこんばんは、ありがとうございます。そうそうそうなんですよね。はい。ともえさんもこんばんは、ありがとうございます。けいみちのくさんもおばんです、ありがとうございます。りっちゃんもこんばんは、ありがとうございます。T くんさんもこんばんは、ありがとうございます。7MM7 さん、はい、いつも読み方がもうわからなくて申し訳ないんですけれども、あ、車で走りながら聞いてくださ、あ、M と申しました。あー、お名前書いてくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうだ、 M さんですね。はい、ありがとうございます。安全運転でお気をつけてくださいね。ベアさんもありがとうございます。はい、ということで、少年サルベージという曲を聴いていただきました。まあ今日は改めてね、カズさんのお誕生日を当日にお祝いすることができたんですけれども、まあ、本当に少年の心を忘れない素晴らしい方で、そんなことも思いながらお届けさせていただきました。今日はね、街歩きを、防災街歩きをしてきたんですよ。こんな感じで見えんのかなこれ。雨の中ハット神戸で、今度28日、減災サマーフェスっていうイベントがあるんですけれども、それとあと秋にオールハットっていう、防災訓練があって、その両方の準備ということで今日は街歩きをしてきました。8月17日はブルームワークスの相方、ボイスパーカッションのパイオニア、カズさんのお誕生日です。イエーイ、おめでとうございます。ご本人は聞いてらっしゃるか分かりませんが、みんなでよかったら一緒にお祝いしましょう。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday Dear Kazu-san、 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday Dear Kazu-san、
カズさんと同じ8月生まれの方ももしかしたら聞いてくださってるかもしれませんね。そうでない方も、すべての人に生まれてくれてありがとう、おめでとうの気持ちを込めて、おめでとう。当たるような期待は外れるくせに、世知辛いなってつぶやいた。ひどく老けた言い草だ。雨の日も風の日も、酸いも甘いも噛みしめた。今更かい、だけどほら、強まる孤独の中だから、余計お誕生日おめでとう。僕が来年もその次も祝おう。大丈夫、輝けるから、昨日より今日。明日、悪い方には考えないで、イメージ通りになるから。僕一人じゃ不満かな。一人ぼっちより不満かな。柔らかな思い出は、時にあなたを苦しめる。今さらかい、だけどほら、肩に合ううち元気になれないか。お誕生日おめでとう。僕が来年もその次も祝おう。おめでとうでした。
さんのコメントもいただきましたね。ありがとうございます。なおさんかな、ありがとうございます。ライブで聞けてリアルタイムでありがとうございます。みえこさんありがとうございます。そうですね、ツイッターでも上げていただいてましたね。T 君さん拍手ありがとうございます。なおさんもパチパチありがとう。ベアさんもありがとうございます。一緒に歌っていただいたんですね。ココさんもありがとうございます。ひろみさんもありがとうございます。りっちゃんもありがとうございます。一緒に祝ってくれて。よしこさんもこんばんは、ありがとうございます。うっちさんもありがとうございます。じゅんこさんもありがとうございます。ティくんさんありがとうございます。ルーシーさんも、ありがとうございます。ともえさんもありがとうございます。ようこさんもありがとうございます。バツマルさんもありがとうございます。ひさみさんありがとうございます。お、そうだったんですね。みわさんの娘さんも本日お誕生日ということで、そうですか、おめでとうございます。今日ね、おめでとうという曲を先ほど歌わせていただきましたけれども、合わせてお祝いになれば嬉しいです。ひろこさんもありがとうございます。ブログもね、読んでいただいてるんですね、ありがとうございます。あと YouTube チャンネルで、まあ、僕も個人アカウントでやってますけれども、カズさんはカズパニーニって言っておすすめのパンを紹介したりとか、まあ、自分でいろいろ実験したりという、そういうチャンネルもやってらっしゃいますので、よかったらぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。みえこさんは明日が息子さんのお誕生日なんですね。おめでとうございます。すごい続々と、本当におめでたいですね。明日は何かお祝いなさるんでしょうか。さん、本ですね、本当そうですね、お誕生日いいですね。タイムラインで皆さんが一緒にお祝いをし合ってるのもとても温かくて微笑ましくていいですね。ありがとうございます。皆さん本当にたくさんのコメントありがとうございます。本当に毎日どなたかのお誕生日で本当にスペシャルな毎日、素晴らしい毎日だと思うんですけれども、その一方でいろんなところでこう災害が起きたり、それによって犠牲になる方がいらっしゃったりということで、本当に大切な命を皆さんにしっかりと守っていただけるように、まあ、僕らも音楽を通じてもっともっとメッセージが伝えられるように頑張っていきたいなというふうに思っております。次の曲は、さっき、まあ、カズさんをお祝いさせてもらったんですけれども、ブルームワークスの曲として、作らせてもらった1回だけだよという曲ね、1回だけと言いながらもう何回もこの歌歌っててしつこいって思われるかもしれませんが、本当に大事なことなので、もうしつこいですけど何回も言わせてもらいますと、今年から避難勧告っていうのがなくなって、避難指示に一本化されたんですね。
なのでもう逃げてっていう情報は1回しか言わないということなんです。まあ、厳密に言うとその前の段階で高齢者の方とか、障害のある方、乳幼児のお子さんがいらっしゃる方とか、そういう避難に時間のかかる方のための情報っていうのが一個手前にあるんですけれども、まあ、基本的にはですね、この避難指示レベル4という、 こう危険度になった時に必ず全員避難しましょう。まあ、もちろんお家が安全な場所だったらいいんですけれども、そうでない場合でもなかなか避難してもらえないってことが現実としてあります。レベル4や避難指示という情報が出る前に見抜けない危険な状況っていうのももちろんあるわけで、今回残念ながらそういったことでお亡くなりになった方もいらっしゃいます。そういったこともありますので、とにかくですね、まあ、今回のようにもうずっと危ない危ない大変な雨になるということを言われ続けているような時は、土砂災害警戒区域や浸水想定域にお住まいの方、とにかく早めに避難していただくことが何よりだと思います。2階に逃げりゃいいんでしょ、崖崩れしない反対側にいればいいんでしょと思われるかもしれませんけれども、それはもう本当に誤解でして、逃げ場がなくなった時の最終手段に過ぎませんので、基本は水平避難、とにかく安全な場所に移動していただく、安全確保していただくために、避難所であったりホテルであったり、親戚の家、お知り合いの家、そういったところに避難していただくっていうのがまずは基本です。そこをですね、皆さんにぜひぜひ徹底していただきたいなと思います。まだまだ今週雨の予報が続いておりますので、皆さんもですね、安全確保できるうちに早い段階での避難をぜひ心がけてください。じゃあそんな思いを込めて今日も歌わせていただきましょう。一回だけだよ。ワン、ツー、スリー、フォー。バカだね、失いかけてさ、君の愛しさに震えてる。でも許してね、改善しなくちゃね、お互いのため。一回だけだよ、よく聞いて受け止めて、ちゃんとこっち向いてね。一回だけだよ、大好きな君にぎゅっと愛を込めて伝え、今すぐ避難して。まるで誰、繰り返し僕は君のサインを見落としてる。あんなにいつもと違うのに、なんで平気と思ったんだろう。それでもステップバイステップ歩み寄っていこうか。曖昧なことをクリアしていこう。一本化したよ、これきりこれきりですよ、迷わないでよ。一本化したよ、前に話し合った通り、俺様に聞こえたらごめん、だけど君に指示をさせて。バラバン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 、 Yeah yeah yeah。バラバンバラバン、ワン
なことだから、君を守りたいから、愛を込めて伝えよう。またかよって思ったらごめん。だけど今すぐ避難して、君に指示をさせて、1回だけだよっていう曲を聴いていただきました。次の曲が、最後の曲になります。今日もたくさんの方に見ていただきまして本当にありがとうございます。明日なんですけれども、明日ですね、桜 FM 西宮の、桜 FM で、生放送の番組にゲスト出演をさせていただきます。夜8時からムーチョさんの番組なんですけれども、ブルームワークスとしてゲスト生出演をさせていただきますので、よかったらですね、インターネットでも聞くことができます。全国の方アクセスしていただければと思います。そしてあさっては毎月レギュラーでやらせていただいている同じ桜 FM の、ラジオ番組、夜11時から1時間の番組、僕たちの番組をやらせてもらっておりますので、そちら宛にもぜひメッセージをお寄せいただければ嬉しいです。そして来週の火曜日、来週の今日は K-WAVE でのレギュラーワンマンライブ、今月2回目を予定しております。兵庫県も間もなく緊急事態宣言が再発令されるということで、可能な範囲での、やり方になってくると思うんですけれども、感染対策を徹底しつつ、できるようにで、協議を詰めていきたいなというふうに思っております。まだちょっとどういう宣言内容になるか、どういう制約があるのか、みんなでどういうことを守っていくことが大事なのかということをしっかりと確認した上でということになりますので、今の段階でははっきりしたことを言えないんですけれども、できる限り皆さんに楽しんでいただきながら、でも安心していただけるような形での活動というものもちゃんと心がけていきたいなというふうに思っております。今本当にね、だんだんとこう、兵庫県内も医療状況が逼迫しつつありますので、助かる命がちゃんと助かる、そのための協力はしっかりとしたいなと思っております。というわけでですね、来週の、配信なんですけれども、来週がちょっと予定がもうずっと全部埋まってしまっておりまして、残念ながら、一週お休みさせていただきます。申し訳ないんですけれども、楽しみにしていただいている皆さんごめんなさい。次回はですね、再来週9月1日の水曜日夜9時からお届けしたいと思います。また水曜日に戻ってですね、再来週9月1日水曜日の夜9時から、9月1日はちなみに防災の日ということで、思いを込めてまたお届けしたいなと思っておりますので、ぜひぜひ、9月1日の水曜夜9時から予定を空けておいていただければ嬉しいです。今日のライブが良かったよっていう方、よかったらですね、この、今日のチャンネルというかこの番組の、いいねボタン、押していただければ嬉しいです。あとチャンネル登録まだの方は、よかったらぜひチャンネル登録をしていただければとっても励みになります。お友達にもぜひ広めていただければ嬉しいです。
さあということでですね、そろそろ次の曲が最後なんですけれども、ちょっと1週間飛びますけれども、皆さんとのこのつながりはずっと変わらず大切にしていきたいなと思っております。また再来週の9月1日までどうぞこの後もいろいろとね、災害の危険は迫っておりますけれども、どなた様もご無事でどうぞご安全に、そして健やかに、無理のないように、頑張りすぎないように、みんな自分の歩幅で丁寧に生きてまいりましょう。たくさんのコメントもありがとうございました。また終わってから後でゆっくりと読ませていただきますね。本当にいつも皆さんからのコメント、応援、励みになっております。僕の歌も僕の活動も何らかの形でちょっとでも皆さんの力になったりとか、励みになったりとかしてたらとっても嬉しいんですけど、なかなか全ての皆さんの期待に応えられるようなことができてるとは到底思えないですけども、自分なりにベストを尽くして、自分がいいなと思ったものを皆さんにもいいなと思ってもらえるような、そういう心に素直な活動をしていけたらと思っております。よかったらついてきてください。今日は本当にどうもありがとうございました。死なない絆。こんな毎日だ、でもこれが人生だ。問題はいつまでこの気力が続くかだ。前に何、後ろに何、斜め横いつも感じてる。君がいる、頑張ってる。だから僕も頑張れる。べったりと一緒には生きられぬ。
宿命だ。この鎖で縛ることも足をすくうこともできるけど、離れたり近づいたり、とどまるものは一つもない。もし君が辛い時は引っ張れる鎖でありたい。君は離ればなでも、もっとならここにいる、その胸を震わす絆。君が生きてる限り、決して決して死なない。何のためここまで生きたの。ありがとうございました。死なない絆という曲をお送りしたところで、今夜のライブ配信はそろそろお別れの時間です。たくさんの方にお越しいただきまして本当にありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しいです。よかったらチャンネル登録など応援していただければとても励みになります。来週はお休みになりますけれども、その代わりライブをたっぷりお届けしますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ここではまた再来週の水曜日夜9時からお目にかかりましょう。それじゃあみんな、いい夢見ろよ。おやすみなさい。Thank you.
最後まで残ってくださった皆さん、ありがとうございました。途中でご都合により離脱された方もありがとうございました。リアルタイムではなくてアーカイブでご覧になってくださってる皆さん、将来聞いてくださる皆さんもありがとうございました。後からご覧になった方はよかったらコメント欄の方にもコメントを残していただければ、ポジティブな声をかけていただければ、また明日も頑張れそうです。皆さんも自分のことをしっかりと褒めてポジティブな言葉をかけてあげてください。今日も一日本当にお疲れ様。おやすみ。